ネジ先端部より、テープがはみ出したままで施工すると、管内にシールテープの切れ端が侵入し、配管の、つまりや、機器の故障の原因になる。シールテープは、テープ状のシール材。実名称は、シール用4フッカエチレン樹脂未焼性テープ。シールテープの材質はテフロン。シールテープは、水道管や空気管、また、油圧の配管など、液体や気体を導く。 配管の接続部分等に生じた隙間を埋めるために使用されるシール材である。配管の接続部分には互いにネジが切られており、それらを噛み合わせることで接続を果たしている。しかし、接続箇所のネジ切りを完全に整合させることは難しく、ここにわずかな隙間が生まれる。この隙間は液体や気体にとっては容易に通過できるものであるため、これを埋めておかないと漏水。 漏儀、漏油の原因となる。シールテープは特に汎用テーパネジの隙間を直接充填することによってネジの水密、機密を保つものである。薄いテープ状に加工し、ディールに巻かれた状態で販売されており、テープ幅や巻き帳により種類がある。径の太い配管には幅の広いテープが適している。ホームセンターなどで 水道配管補修材として入手できるほか、配管継手など、水道配管部品には少量ながら付属している場合もある。シールテープは、接続する配管のおねじに適量を巻き付けた後、目ねじに噛み合わせる。おねじの先端、一山から二山程度開けた部分から巻き始める。巻き始め部分で数回ほど巻き付けた後、ねじの根本に向かって、 テープを重ね合わせるようにして巻き付けていく。シールテープはネジ山に沿うようにして巻く。この時、逆方向に巻いてしまうと、ネジを挿入する時にシールテープが取れてしまう。また、先端部よりテープがはみ出してしまうと、管内にシールテープの切れ端が侵入することになり、配管の、つまりや、機器の故障の原因になる。一旦締め付けたものを再び緩めると、 シールテープの圧縮力がなくなり漏れの原因となるので注意が必要。ネジを外すとシールテープの断片がおネジと目ネジの両方に付着している場合が多く、これを残したままにするとやはりトラブルの原因になる。再組み付けのためにシールテープを巻き直す前には古いシールテープを完全に除去しなければならない。水道や油圧の用途では漏れに対する 信頼性をより向上させるため、液状シール材を併用するのが主流である。またシールテープは、汎用平行ネジにも、使用可能だが、平行ネジでは、オーリングや、メタルガスケットなど、別方式のシールの方が多用される。以前は、LP ガス配管でも使われていたが近年、液状シール材に置き換えられつつある。ありがとうございます。